レオン軍はアメリカ合衆国フロリダ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は27万5487人であり、2000年の23万9452人から15.0%増加した。軍庁所在地は州都でもあるタラハシー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はスペイン人探検家。 フアンポンセデレオンにちなんで名付けられた。レオン軍は、タラハシー大都市圏の中核軍である。タラハシー市には、州内の主要公立大学である、フロリダ A&M 大学とフロリダ州立大学がある。州内67軍の中で教育レベルは最も高い軍である。レオン軍は当初エスカンビア軍に属し、後にはガズデン軍に属していたが、1824年に、 単独の軍として設立された。軍名はヨーロッパ人として最初にフロリダに到着したスペイン人探検家、フアン・ポンセ・デレオンにちなんで名付けられた。1850年代から1860年代は綿花王国であり、軍内20プランテーションから生産された綿花のローではフロリダ州とジョージア州を合わせた中でも第5位の軍に位置していた。南北戦争の時、 アメリカ連合国に属した州の州都が占領されて、いったが、タラハシーだけが例外であり、レコンストラクション時代になって、北軍兵が入ってきた。フロリダ州の他地域とは異なり、レオン軍は、うねりのある、丘陵部となっている。最高地点は、軍北部の標高280フィートである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は701.78、 平方マイルであり、このうち陸地666.74平方マイル、水域は35.04平方マイルで、水域率は4.99%である。軍内の地質分プレオン群の地質は2億5100万年から1億4500万年前の三上期と、ジュラ紀の玄武岩で構成される岩盤の上に、中世代の堆積岩が堆積したものである。岩盤の上の層は、 6550万年から5580万年前の暁、新生の有効虫砂、苔虫類、軟体動物、サンゴの死骸が積もった炭酸塩岩である。四神魚と全神魚にはアパラチア山脈が隆起をはじめ、河川によって傾斜、沈霊、粘土でメキシコ湾のトラフを埋めるほど侵食が進んだ。アメリカ合衆国地質探査局やフロリダ州。 地質探査局によれば、軍南東部の前進与スワニン石灰岩層が最初の堆積物である。中心与初期の堆積層は、放送音グループ、トレア層、セントマークス層であり、軍北部3分の2に見られる。先進与にはトレア層内に散回する、ミコースキー層がある。後進与から、関進与に堆積物が積もり、ビーチリジアンドトレイルや、未分化堆積層とされている。 高新予には氷河期と魔氷期の土にレオン軍の土地が出現しまた沈んだ。魔氷期にレオン軍の地形が作られた。軍内の3カ所で中心予の化石が発見されている。すなわちグリスコムプランテーション遺跡、シーボードエアライン鉄道遺跡、タラハシー浄水場遺跡である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。2007年、レオン群は 全米軍公園、レクリエーション協会の環境保護賞を受けた。軍内には、ミコースキーキャノピー緑道と JR アルフォード緑道の間に総面積1300エーカーの開放空間、森林があり、特徴ある、自然地域の再生、修復、保存、獲得、開発の類いまれな努力を評価されたものである。タラハシー市にあるレオン軍庁舎、2007年撮影、レオン軍は、 昔から一貫して民主党に票を入れるブルー軍である。これには、タラハシー氏にフロリダ A&M 大学とフロリダ州立大学があること、さらに州都に政府従業員が集中していることが貢献している。2007年12月31日時点での登録有権者は民主党85,546人、共和党42,744人。 その他22,284人だった。これが2009年3月1日では民主党103,334人、共和党48,507人、その他28,191人となり民主党の比率が上がっている。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では支持率の差24.2%で民主党、バラク・オバマを支持した。 フロリダ州全体での差は2.8%でしかなかった。2012年アメリカが州国大統領選挙でもほぼ同じような結果になった。レオン軍は州内の軍と比較して最も投票率が高い。2008年一般選挙の場合、期日前投票と郵送投票を合わせ85%を記録した。軍政府は7人の委員で構成される。 軍政委員会が統治している。7人のうち6人が民主党員になっている。他に、党派選挙で選ばれる役人は、税徴収官など5人がいるがすべて民主党員である。タラハシー氏とレオン軍はすでに、タラハシー消防署、計画部、レオン軍救急医療部などを共有しており、警察署などを追加で統合して、政府を統合する案が、これまで4回住民投票に付されたが、 すべて否定されてきた。これが実現すれば、タラハシー市の地域は、現在の98.2平方マイルから700に平方マイルに増えることになる。軍内住民25万人のうち36%がタラハシー市以外に住んでいる。統合賛成派は、その大きさゆえに企業を誘致しやすくなると言っている。政府の統合は、統治費用を削減し、 サービスの重複をなくすことになる。しかし、リチャード・フィオック教授は、統合と地元経済の間に認識できる関連性はないと述べている。アメリカ合衆国会議員では、共和党のスティーブ・サザランドが、軍内90%の領域をカバーする選挙区の選出議員であり、残り10%はやはり共和党のアンダー・クレン賞が大議員になっている。衆議会会員では、 軍の北半分が第9選挙区に含まれ民主党員を選出している。南半分は第7選挙区に含まれ共和党員を選出している。さらに西中央部は第8選挙区に含まれ民主党員を選出している。軍全体の警察組織はレオン軍保安幹部である。消防救急は唐橋市消防署とレオン軍救急医療部が担当している。 レオン軍の市民は学歴レベル高く、準学士以上の保有者は70%を超えている。出展群内の公共教育は、レオン軍教育学区が管理運営しており、この学区は一人の監督官、5人の委員及び一人の生徒代表によって運営されている。学区内には小学校24校、中学校8校、高校6校、特殊学校、オールターナティブスクール8校、 チャータースクール2校がある。雑誌ニュースウィークでは2008年にアメリカ合衆国のトップ400高校にレオン軍公立高校5校のうち4校を挙げている。ありがとうございます。